ちょっと定刻は、過ぎてしまったんですけど、今から飛び立て留学ジャパン第7期の説明会の方を、始めさせてもらいます。まず皆さん、飛び立てのことをご存知の方ってどれくらいいられますかね。みたいなことご存知の方、具体的にあれいない。あ、そうやね、説明会行ってますもんね。そこは話しがいがありますね。じゃあ、まず、僕の、自己紹介からさせてもらいます。僕は、徳島大学3回生の、中山博樹と申します。僕は工学部出身で、この飛び立て留学ジャパンの第5期生に、当たります。で、まあ、後ほどコース言うんですけど、僕はその多様性人材コースというところで、採択されました。で、僕の留学のテーマはそのインドの伝統医療から見た、まあ、日本のストレスケアって何ぞやっていうような形なんですけど、またこれは後ほど紹介させてもらえたらなっていうふうに思います。はい、あ、入ってます。で、今日のタイムスケジュールなんですけど、ちょっと、時間過ぎちゃってるんですけど、まあ、ちょっと最初の方に飛び立ての概要を言わせてもらって、その後徳島県にあるその地域人材コースっていうのが存在してるんですけど、それの説明をしていただいた、させてもらった後に、その後、まあ、実際に留学相談会どういうふうな形なのかっていうのを、まあ、身近に相談できたらなっていうふうに思っています。でですね、ちょっと見てくださいね。で、まあ、簡単に先ほど流れた、動画の方の、概略を、紹介させてもらいますと、飛び立て留学ジャパンとは2020年までにその留学生数を、日本の留学生数ですね、を12万人に倍増しようというふうな、そういうふうな目的を持った、プロジェクト、国家日本代表、プロジェクトになっております。で、具体的にどういうふうなコースが存在するかっていいますと、理系複合融合人材コースということで、まあ、主に理系の方ですねが、登録するコースであったり、あと、新興国コース、こちらはですね、発展途上国とかに行ってなんかビジネスをしたりとか、そういう人たちが応募するコースになっています。で、コース3つ目として、世界トップレベル大学コース、大学等コース、これはですね、世界大学ランキング100位以内に存在する、まあ、大学の方に行って、まあ、世界の、最高の、授業を受ける、コースになっています。で、4つ目のコースとして多様性人材コースがあります。これが飛び立て留学ジャパンの、一番の特徴かなというふうに思うんですけど、まあ、何でもいいです。ボランティアでもいいし、インターンでもいいですし、それこそ自分の趣味でやったりとか、なんか世界一周したりとか、もうそんな何でも受け入れてくれるのがこの、多様性人材コースになっています。でですね、まあ、留学の仕方って多分いろいろあるかと思うんですけど、僕が感じたその他の留学と飛び立て留学ジャパンとの違いを今から、話させてもらいます。まあ、これ中山調べってなってるんで、多分結構自分の変なあれが入ってるかもしれないです。で、まず、違うところ3つあると僕は思っています。まず1つ目に金銭面での補助です。先ほど動画にもあったように、奨学金なんですけど、国から、いただく奨学金、月々12万から20万円、そして、あと学費は50万円までですかね。で、渡航費も10万円まで出るってことで、もうほぼほぼ、全部のお金が、補助してくれるんじゃないかなというふうに思っています。なので、1期生、徳島大学の1期生の人なんかカンボジアに行ったんですけど、その人は留学して貯金をしてきたっていう人も存在しています。それぐらい金銭面的な補助はすごく大きいです。で、2つ目、自由な留学計画ということで、先ほど、話したように、もう本当にボランティアでも世界一周でも何でもいいです。自分のしたいことができる、留学がこの飛び立て留学ジャパンです。で、まあ、具体的に、どんな留学計画があるのかちょっと、ご紹介させてもらいます。で、この方なんですけど、飛び立て留学ジャパン第2期生の、小林斗真という方です。この人も徳島大学生です。この人の留学テーマは阿波踊りを世界中にということで、この人は韓国に行ってですね、阿波踊りを広めてきました。で、その韓国に来てた留学生たちが、自分の国に帰った時に阿波踊りが広がっていくんじゃないかっていうふうなことを思って、こういうふうなテーマをもとに阿波踊りを世界中に広めた人です。で、あと今日特別にですね、あともう一人来てくれてるんですけど、飛び立て留学ジャパンで、まだ早いですか。はいはい、浦田真理子さんに、さっき浦田さんがおっしゃってくださったように、本当に好きなこと、やりたいことさえあれば、そのパッションさえあれば通るプログラムになっております。で、あとその、まあ、他の留学との違うところ3つ目として、同じ志を持った飛び立て生ということです。普通の留学って一人で
で、まあ、一人そこで語学とか学んできて、で、まあ、帰ってくるっていうのが普通の留学かと思うんですけど、この飛び立て留学ジャパンっていうのは、年間1000名ですね、1000名の同志たちと一緒に海外へ行きます。で、海外で次例えば辛い経験、例えば言葉の壁があったりとか、まあ、いろいろ辛い経験があるとは予想されるんですけど、それもまあ全国に世界にまあ同じそういうふうな、思いを持った飛び出す生たちが励まし合いとかいうふうなことができるのが、この飛び出て留学ジャパンプロジェクトの一つの特徴じゃないかなというふうに思います。で、これはちょっと僕がその思ったことなんですけど、今後求められる留学ということで、過去に求められていた留学と今の留学はちょっと違うかなというふうに僕は思っています。その過去の留学っていうのは語学を学んできたらそれで OK だと思うんですけど、今現在こういうふうにグローバル化が進んで、日本に徳島にいてもその外国人に会う機会ができている、徳島でも語学を学ぶことができると思うんですよね。じゃあ今求められている留学っていうのは何かっていうと、ここに書いてあるといい、自分で考え自分で行動する留学だと僕は思っています。海外っていう自分の、自分とは違うバックグラウンドを持った人たちとともに、その、正解を自分で考えて自分で行動する留学こそが、まあ、今の求められる留学じゃないかなというふうに思います。で、ここから、地域人材コースのちょっとお話をさせてもらうんですけど、地域人材コースっていうのは、まあ、地域に根付いた、留学をしていこうというふうな、企み目的で、コースをのコースです。で、実際にはですね、徳島県には3つのコースがありまして、グローバル技術者コース、主に理系の人方が対象、2つ目にグローバル営業マンコースと、主に文系の方が対象になっております。で、3つ目に何でもこなす人材コースと、これは地域活性などの分野を、の方々の対象のコースになっています。で、この地域人材コース学内締め切りが4月21日にの予定となっております。でですね、地域人材コースの特徴としましては、地域に根付いているプログラムになっていますので、その留学行く前に、前後留学する前と留学した後にインターンシップを、基本的にやってもらうような形になっています。で、この地域人材コースの特徴としては、そんな大きな声では言えないんですけど、出せばほぼほぼ受かるっていうのがこの一つの特徴かなというふうに思います。全国版はですね、まあ、正直倍率が多分7倍とか8倍とかになるんですけど、地域人材コースはほぼほぼ 1.2 とか 1.3 倍とかっていうような形になります。で、あとこの地域人材コースの特徴として、ちょっとまあ その分全国版に比べてちょっと、留学期間はちょっと短めで、まあ、1ヶ月か6ヶ月ぐらいの期間になるかと思います。全国版はですね、1ヶ月から最長2年まで申し込むことができます。まあ、でそうですね、地域に根付いているのはやっぱり徳島の発展に貢献したいという思いであったりとか、徳島の魅力を世界に発信したい、徳島の製品を世界に売り込みたいというふうな志を持った人が申し込むプロジェクトになっています。まあ、具体的にはなんか、僕知ってるのはすだちとかをなんかどこだっけ、海外に持っていったりとか、そういうこともしています。で、まあ、応募方法になるんですけど、地域版は4月21日までに学内が締め切りで、全国版の締め切りは2月20日になっています。で、募集スケジュールなんですけど、ただいま全国版では第7期生を募集しています。で、全国版はですね、募集が、留学が始まるのが8月からの予定の、8月から留学を予定する方が対象になっております。でですね、本当に、まあ、これで説明会の最後になるんですけど、やっぱりその僕はその飛び立て留学ジャパンというちょっと、まあ、一種な留学をまだ経験してないんですけど、まだ留学する前なんですけど、すごく世界が変わりました。っていうのもやっぱりそのすごくローカルなところに、今徳島というローカルなところにいるんですけど、すごくグローバルな視点を持っていろんなことを取り組むと、すごく徳島でさえもすごく、徳島でさえって言ったら悪いんですけど、徳島もすごく面白く見えてきました。なので皆さんもこの飛び立て、留学ジャパンで自分らしい留学を考えて、まあ、ちょっと新たな視点を持ってほしいなっていうふうに思います。でですね、まあ、僕からの説明は以上になるんですけど、この後ちょっと時間が、15分ほどあるので、もうちょっと個別に分かれてもらって、ちょっと、まあ、どういうふうなことだったか、どういうふうな
個別に分かれてもらって質問とか質疑応答とかをしたいなというふうに思います。はい、じゃあ今からちょっと、